はい、久々に、タバコマニアの俺の出演動画始めていきたいと思います。今回はね、ナチュラルアメリカンスピリットの、メンソールライトです。こちらですね、セブンイレブンで買ったんですが、ポップアップタバコケース付きということで、ね、だから買ったんです。値段が480円。ね、とうとう増税になりまして、8% になって、消費税が 8% になり、さらにタバコが増税したのかな。うん。まあ、ということでね。うん、480円。もともと450円ぐらい。まあ、そもそもアメスピア高かったですからね。アメスピアね。もともと、まあ、結構ナチュラルな、ね。ナチュラル、タバコでしたからね。結構、高いのかな。ちょっと今調べましょう。値段を。うん。まあでも、ね、コンビニで、セブンイレブンで、ね、タバコケース、珍しいなと思ってね。おお、これは、珍しい。ナチュラルアメリカンスピリット。まあ、色が、若干、グリーン。青と、プラス、グリーン。みたいな。タールが9ミリのニコチンが 1.0。ですね。普通の、アメスピのやつは、オリジナルは、青色です。というか、水色かな。うん。で、タールが、12の、ニコチンが 1.7。結構高いですね。特にニコチンが高いですね。無添加無農薬タバコ。自家ば、栽培のバージニアを使用と。まあ、実際のところタールが、ああ、アメスピのオーガニックが一番タールが高いみたいですね。14ミリ。ニコチンが 1.8 ミリ。そして値段が500円と。高いですね。オーガニックはやっぱ500円高い。うん。ね。ちょっとデザインが変更になったのかな。これね、後ろにね、なんか書かれるようになりましたね。なんか、私たちの故郷は本社にあるニューメキシコ州サンタフェ。二つ目の故郷はノースカロライナ州オックスフォードの専用工場。そこでマスターブレンダーが高品質の 100% 無添加ブレンドを、熟練の技で作り上げています。長年の経験によって自ら設定した厳しい品質基準をクリアし、私たちの製品は出来上がりますと。ね、いろいろ書いてありますけどね。まあもうちょっと一本だけちょっと吸っちゃったんですけど。ね、いただきます。うん。うん。懐かしいですね。このアメスピのこの味。うん。うん。懐かしい。うん。うん。で、若干、まあ、若干っていうか、まあ、メンソール。割と強めっちゃ強め。うん。ですね。普通のアメリカンスピリットは、ね、メンソールないですからね。一番強いのが、このメンソールライト。メンソールの。やつは一番強いのは多分メンソール、ライト。うん。次にウルトラライトメンソールと。うん。うん。美味しい。アメスピ美味しい。うん。まあでも、ね、あ、やべ。
アメスピうまいんだけど、うまいんだけど、まあ、そのね、高い。高いのもあるし。まあ、でもコンビニでも売られるようになったっていうのはなかなか、ね、以前ありえなかった。そしてこの懐かしい。この、ね。ギュッと閉まってる、この葉っぱが、ギュッと閉まってるんで、なかなか、長い。燃焼時間が長い。ね。長持ちタバコ。んで、これを、ふっくら見てみましょうか。うわぁ、なんだこれ。うわぁ。なにこれ。あーあー、いや、ブリキですね。ブリキで、パカッと開けて、ああ、中になんかこんなの入ってた。今、アメスピサイトに会員登録すると、ジッポが当たると、載ってます。まあ、俺ちなみにもう入ってます。会員登録してます。今年、ポストカードと届きましたね。そこ捨てました。はい。アメスピのね、ポストカード。いらねえと。死ねと。うん。なお、いるかって。何がお前、あれで、タバコのサイトからなんで紙切れが送られてくんねんって。ね、ポストカード。タバコを送ってこいよって。タバコ一本でもいいから試供品を送れやって思ったんですけど。中身がこんな感じになってて、結局これを入れて、閉じて、で、こう、パカッと開けた後に、こうやると、こう中身が取り出しやすい。あんまりいらねえな。まあ、所詮。まあ、タバコケースですからね。タバコケースですか。結局のところ、まあ、そこまで密閉されてなくてもいいんだけど、まあ、結局、この中にタバコ入れるわけですからね。もうちょっと密閉して欲しかったな。ここら辺空気がダダ漏れだぞ、これ。ね、湿度とかの。まあ、タバコケースですから、結局、なんていうの。ね。そこら辺にカバンに入れるとバラバラになりますからね。まあ、そういうのを防ぐだけの、うん。意味なんでしょう。正直あんまり、よろしくないかな。タバコって結局さ、こっからさ、こう、逆さにするとさ、タバコ葉がさ、葉っぱが出るんだよね。それが嫌なんだよ。まあでも、俺今までタバコケースっていうのは、こういう本格的な、ね、そのブランドのやつは持ってなかったんだけど。うん。まあ、アメスピ好きな人はいいんじゃない？
ブリキ製。本体ブリキ、バネがステンレス。いやね。なるほどね。まあこれはアメスピマニアにはね、いいんじゃない？うん。あ、でも美味しいっすね、やっぱね、アメスピはね。うん。うん。メンソールにしても、やっぱり味を壊さないね。うん。まあ、美味しさも壊さないけど、まあ、別にこれといって、まあ、うまいっていうわけでもない。味がこう、うん。まあ、アメスピだねっていう。味、しっかり、味は、してますけどね。それ以上の、ね、ことは特には、ない。うん。かな。でも基本的にこういうのってさ、タバコケースってさ、タバコをさ、この中にさ、バラしてさ、ここに、一本ずつこう、ポポポって入れるタイプではないみたいですね。うん。まあでも、そういうのもあるみたいですけどね、普通は。まあ、これの場合は多分、完全に、これをそのまま、この中に入れるっていう。まあ、俺もちなみに、昔買った雑費があるんで、雑費が。雑費のケース残してあるんで、どこ行った？あれ、雑費ちゃんどこ行った？雑費ちゃん。あれ、どっか行ったな。うん。あれ？あ、あったあったあった。これもスチールですね。スチールというか、ブリキ。だからこれスチール。これは缶ですね。スチール缶。これは、あ、こっちか。あ、でも結構、あれですね。やっぱ、缶で密閉は難しいのか、やっぱな。うん、まあでも、最低限、これだったら、こっちはね、雑費の方は、タバコの葉っぱが漏れるってことは、ほとんどないですね。ただこっちは、そのまま多分入れると、このほら、隙間、ね。あそこに入って、ここから落ちてくるっていう。ここからポトって折ってくるパターンが結構ありそうですね。うん。だからカバンの中にこれを入れとくと、まあこれ入れたとしてもね、これだいぶ吸い終わって、残り数本ってなった時に多分、ここに空洞がだいぶ開くんで、こっからこう漏れて、漏れるってことは考えられますね。うん、これちょっとしょぼい。さすが試供品といったとこでしょうか。うん、まあメリットとしてはこのまま、そのね、タバコの、をそのまま入れられるっていう。箱ごと、ソフトパックごと入れられるっていうメリットは。うん、まあありますけど。やっぱ雑費の方が、なんか高級感もあるしね。これそのまま入れといて、みたいな。タバコの、ね。
タバコを直接入れて、みたいな。ことは、できますね。だいぶこの、タバコの葉っぱが、ありますけど。うん。雑費って、あれこんな長かったっけ？ザ・ピースってこんなに長い？やけに長いな、これな。あ、でも長さ的に、あ、でもやっぱ長い。雑費ってロングだったっけ？ロングっていうか。ロングタバコだったっけ？明らかに長いよな。これ横にも入らないし、ギリギリで入らない。縦に入れるとこんなに余るよ。こんなに余るよっていうか。こんなに余るんですけど。ぴったりにはしなかったんだろうか。まあいいか。うん、でも雑費はやっぱかっこいいね。うん。まあでもこれ買うんだったら、結局のところショートピースのカンピを買った方がいいか。カンピースは、まああれはあれで、タバコケースにはなるけど、あまりにもでかすぎるな。無駄にでかい。もうだいたい50本入りだからね。これはまあ20本入りだけど、それなりにでかい、ね。うん。こう、まともなタバコケース欲しいね。もうこういうギミック付きじゃなくてさ、こういうギミックはもうどうでもいいんだけどさ。普通のさ、まあ、割と密閉されて、みたいな。割と密閉されるタイプの、ね。これマジ普通のさ、これパカって開いてさ、もうこれだけただのブリキの箱みたいな、の方が俺良かったな。こんな、ようわからん、ギミックつけられてもね。チャチギミックつけられてもなんか、ねえって感じなんですけど、僕は。そのままただの、ねえ、スチールのケースでよかったんだけど。という感想。俺の感想。まあ大体タバコ持ち歩かないから、ね。タバコはまあ持ち歩かないね。いや持ち歩かないっていうか。まあ持ち歩くことはあるけども、基本的に車の中に入れとくか、ぐらいしかしないからね。うん。まあということで、このアメスピの、ライト、メンソール。メンソールライト。は、まあ、四つ星かな？うん。個人的には普通のアメスピの方が美味しいとは思うけど、メンソールのやつの普通の、ま、あのね、やつはないですからね。普通のアメスピのメンソールはないわけですから。ライトのメンソールしかないわけですからね。まあそこはちょっと残念ではあるけど。まあ仕方あるまい。はい、四つ星ということで。ね。ご視聴ありがとうございました。